マリア・アメリアでブラガンサは、ブラジル皇帝ペドロ・一世の巫女。ブラジル王女の称号を持っていた。ペドロ・一世と二度目の皇后アメリード・ボアルネの一人娘としてパリで生まれた。出生当時、父はその弟・ミケルとポルトガル王位をめぐって戦争状態にあった。1834年、父は内戦に勝利し、王権を娘マリア二世の手に取り戻した。 しかしその年のうちにペドロは結核で急死し、翌年にはマリア女王と結婚していた母方のおじ、ロイヒテンベルク公アウグストも病死した。1852年2月、小高熱を患う。同年初夏、オーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフの辞典、マクシミリアンの地中海巡行の折、マクシミリアンと再会して、恋に落ち婚約する。母。 ゾフィー大公費が賛同したため、フランツヨーゼフテイも婚約を許可し、この婚約は1853年初頭にも発表される予定だった。しかし、8月にマリア・アメリアはマデーラ諸島、フンシャルで西洋し、翌1853年2月肺結核のため21歳の若さで病死した。遺体は聖アントニオ修道院に葬られた。ありがとうございます。